米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手、25、が10日、日本時間11日、ドジャースの公式 X で、6月13日、僕のボブルヘッドデーの始球式をしたい方を募集しています。僕のファンの方の中から興味のある方は、ぜひ、応募よろしくお願いしますと呼びかけた。13日、同14日、 のレンジャーズ戦は山本のボブルヘッド人形が配布される試合で試合前の始球式に参加したいファンを募ったチームメイトの大谷は自身のボブルヘッドデーで心臓病を患った少年らを始球式やドジャース戦の観戦に招待始球式では大谷が保守役を務めた